私こういうの苦手でよくわからないんですけど。大丈夫、ゲームですから適当に遊んでおけばいいんですよ。適当なんてとんでもないわ。完膚なきまでにコンピューター系を叩きのめすんだから。これからみっちり練習するわよ。大将は当然私。さあ総員戦闘配置。長戸なら検討できそうだが、全軍撤回。ダメだこりゃ。全軍突撃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 。またやられた。今日なんか腹立つわよこのゲーム。この地震の原材料は何なんだろう。2ミリグラムでいいから俺にも分けてほしいね。そう、ちょっぴり注入してあげようか。どう、少しは効いたでしょ。このにらめっこにどんな効能があるんだ。エネルギーを視線に込めて送ってあげたじゃないの。体がポカポカしてくるとか、発汗作用が促進されるとか、そんなのをあんたも感じたでしょ。いや、身の危険なら感じたが。で、十中の刑よ。しかもすっぱだかで緑色の火星人が追いかけてくるって叫びながら十中。弱音は許さないんだ。だな。ん、長戸さん、あなたは一体何をしておいでなのでしょうか。おい長戸。何。俺はインチキすんなって言っておいたはずだぞ。あなたが5分15秒後にソフトクリームを買って、5分28秒後にそれを足に落とし、7分6秒後に看板に頭をぶつけ、その際彼女と交錯して転倒。彼女のバッグから所持品が散乱し、長戸、ほどほどにしとけよ。占いと予言は違うぜ。じゃあ本命のコスプレ喫茶へ行こうか。いつぞやのバニーガールにも驚いたけど、今度はどんな格好してるのかな。それにしても映画出演だっつってノーギャラで水中ダイブさせられて、ずぶ濡れの代償が焼きそば 30% オフってな、割に合わねえな。不服なら来るな、とっとと帰れ。いやしかし朝比奈さんのコスプレ姿は一応拝んでおかないとな。いやあ、キョン君とその友達たち、こっちこっち。いらっしゃい、3名様ご来店毎度。どうだいこの衣装、メガさん似合ってると思わないかな。どうにゃろ。それはもう盛況ですね。結局早すぎる客の回転に煽られて、焼きそばをものの5分くらいで書き込んだ俺たちは食った気もしないまま店を後にした。何よ、なんか言いたいことがあんのなら言いなさいよ。どうせろくなことじゃないんでしょうけど、黙って溜め込むのは精神に悪いわよ。別に何も。ねえ、あんたなんか楽器できる？できん。練習次第でどうにでもなるわ。なんだってあと1年も時間があるんだからね。おいおい、来年の文化祭私たちもバンドで参加しましょうよ。私がボーカル、ユキがギターで、ミクルちゃんはタンバリンでも持たせてステージの飾りになってくれればいいわよ。いやもちろん映画の第2弾もあるしね。来年は忙しくなるわよ。やっぱ目標数値は常に昨年対比を上回らないといけないのよ。待て待て、さあ行くわよキョン。え、どこに。機材をもらいによ。軽音楽部の部室に行けば余ってるのがなんか落ちてるわ。それに中西さんたちに作曲法とか聞いとかないと。安心しなさい、作詞作曲プロデュースは私がやってあげるから。もちろん振り付けもね。今からやらなくていいだろう。何言ってんの、1年なんてあっという間よ。ところで振り付けってなんだ、バンドやるんじゃないのか。いるの、私たちは新しいバンドゾーンを作り上げるのよ。バンドとアイドルをごっちゃにしてるだけじゃないのか。